はい、どうもサンフランシスコ太郎です。ということでお風呂上がりなのでね、ちょっとドリンク飲んでいきたいと思います。いただきます。はい、ちょっとね、いやお風呂で痩せましたよ。2キロぐらい痩せたかな。はい、というところでね、夏です。もう真夏、完全な真夏なんですけれども、なんかねすごい、このあとはまあちょっとね、夏休みとかで、動画を撮りに行ったりとかしたりとか、あと今はね子供の街っていうイベントをやったりしてて、今日もねこれから帰ってちょっと睡眠時間削って編集してやっていこうって思ってるんですけれども、なんですかね、すごい寝る間を惜しんでまで何かをやることにより、それをなんか別に疲れるな嫌だなとか全然思わなくて、もうやるのが楽しくて楽しくてしょうがなくて、寝るのが鬱陶しいというか寝るのが億劫みたいな、もう本当に青春できてるっていうか、まあね、なんか皆さんもこのご覧になったらすごいわかると思うんですけど、僕もうアラフォーのおじさんでね、もうあとは枯れていくばっかりっていうおじさんなんですけど、それでもすごく青春できるものがあるっていうのはありがたいっすよね、本当に。まあそれは僕は YouTube だったんですけど、まあ、皆さんには皆さんなりのなんかそういうのがあると思うんで、まあ、子供たちはそのね、子供の街っていうイベントではそれぞれがお店を出したりね、町の仕組み作りをしたりとかするんですけど、まあ大人とかもね、本当に心持ち一つっていうか、青春なんて心持ち一つだし、世界だってね思い一つで変えられる、頭の中の思考回路一つ変えるだけで世界は簡単に変えられるし、誰だって思い通りに生きられるし、助けてあげたいなって人のことだって助けられるし、だからやっぱね、胸が熱くなるような青春のようなこう夏にね、皆さんなればね、僕も比較的なってんですけどね、僕は常に、まあ、青春なんですけど、まあ傍から見たら惨憺たる人生に見えると思うんですけどね、まあでも自分はすごく常に青春してて満足で、で別にそれに関して誰かに評価してほしいとかいうことはなくてね、こうやって YouTube で、まあ、僕のチャンネル登録してくださってる人とか、ね、ライブ配信見てくれてチャットしてくれる人、コメントしてくれる人とか、僕はそういう人がいてくれるだけですごくありがたいし、楽しいし、誰に頼まれるでもなく勝手にね動画なんて作っちゃうんで、これからもやっていくと思うんですけど、まあちょっとね、まあ、これからも動画いっぱい作っていくんで、ぜひともね僕の青春の1ページを Google にデジタルタトゥーとして刻み込んでいきたいと思います。今日からもね、まあ、これまでもねもう5600本ぐらい刻み込んでるんですけど、もうそろそろ6000本が見えてきました。ということで本日は、すいませんちょっとゲップ出ちゃった、ということで本日はね、おじさんが、夏の夜に青春 してますという、もう心がねもう震えてもう叫びたがってて叫んじゃいました、青春を、すいません。というところでね、皆さん青春していきましょう。皆さん本当にね思い通り、世界は思い通りなんで、一緒にすごい楽しい世界作っちゃいましょう。ということで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは皆さんまたお会いいたしましょう。